動くんですね。そうなんです、これ左右動くんですよ。ちょっと左右動いてるところね。これ見たとき、もう和のテイストがやばと思って。行ってみよう。はい、じゃあネックレス外していただいて、はい、あのマスクも取っていただいて。そうだよね。そうです。頭とシャンプーとするのね。そうです。はい。はい、じゃあ白バラ入っていきます。はい、受けたことないでしょ。受けたことないですね。ずっと気にはなって、本とかでは読んでたんですけど。アイルベーダー好きだって言ってたもんね。そう、だけど実物というか、うん、すごい。うわー、行ってみよう。多分寝ちゃうよ。寝ちゃう。いいですか。はい、こちら仰向けになってください。はい、白いマットのマット、ね、はい、ちゃん YouTube やってるの。やってます。あ、やってるんだ。はい、密かに、はい、お、来た。はい、味ませていきます。あ、心地よき、心地よき。少し上でも大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます。うーわ、気持ちよさそう。ブワーってなったね、今。前も音楽入ってたっけ、こういう。あ、入ってますね。あ、じゃあ、じゃあ大丈夫だった。こういうのは大丈夫なのかな。多分大丈夫だね。あ、そうですね。もう撮った後にさ、引っかかるともう超ショックだよね。ショックですね。わかります。待ち系ありますよね。うん、あ、待ち系で入っちゃうのね。うん、お、放置プレイですか。あ、いいね、そういうの。お腹、そうですね、温め。ちょっと待って、ね、超ゆっくり右に行ってるね、画面。スローで。スロー、超スロー。お、戻ってきた。じゃあお疲れのようなので、ちょっと放置プレイで放置します。ネクスト。ちょっと隠し撮り、しおりちゃんが寝てるかどうか隠し撮り。寝とるか。いや、起きてる。お、起きてるんだ。おかしいな。じゃあもうちょっとね。起きてた。ガーガー寝てるかと思ったら起きてた。ネクスト。あ、ここにつけるというのね。なるほど。さあ、忍び寄ります。忍び寄る。ガーガー言ってたら面白いんだけどな。
寝てました？寝ました。あ、寝れた？気がついたら。あ、よかった。じゃあだいぶの方が休まったんじゃないね。異世界行きました。異世界、異世界。スンと入ってきました。ああ。でも仰向けでも鼻が通らないね。鼻詰まっちゃうね。よっぽど肯定反応が。もともとね、喉やっちゃってるんですよ。あ、そうなんですか。うん、で、かすれ声のままで、で酒焼けじゃなくてですか。酒焼けじゃなくて、ヨガのあのインストラクターやってて声を張るんで、生声で張るみたいなんで、はい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 、ね、マイクとかあればで違うのにって言ってたんだよね。マイクを用意してくれなかった。なんかケアしないんですか。いや、もう入れ前から弱い弱い。そう、2年前から病院は行ってんだよね。ずっと大学病院とかも回されて、だけど結局原因は何なんですか。上位投影とあと下緊張、はい、上位投影と下緊張、下緊張性発生障害、はい、そう。で、治療はどういう治療されてるんですか。は、今は、Bスポット治療と、はい、あと最近カッピング、はい、そう、あと自律神経の治療をやって、はい、カッピングはどっか違うところに行ってやってるんですか。カッピングは、はい、統合医療の初回の先生のところで初めて古代でやったら、はい、あれ、鼻が座った、ずっとカッピングはでもそのぐらいなります。でも、あ、なりますか。なります、なります。へあ、そう。そう、なります。すごくなります。そんなにカッピングってすごいんだ。カッピングは基本的にちゃんとしたとこだと、一回オイルで全身をほぐしてからカッピングやるんですよ。うん、で、もう一回オイルやるんですよ。へ、うん、ダブルで。ダブルで。青木さんカッピングもやってるもんね。あ、そうだ。大ちゃんもやるんだ。やります。へぇ。そこまでだとでもだいぶ時間かかっちゃうんで、うん、よっぽどじゃないとやんないですけど。一回やってもらったらいいんじゃんね。うんオイルやってカッピングやってオイル、すごっ。これはまた外します。はい。わ、顔がさっぱりしてる。うん、いや、弱い、目がすごい開いてる。うん、さっぱりしてる。段差たくさんの影響って、こちらの椅子の方にどうぞ。これが気持ちいいんだ。これが人にやられるシャンプー、うん、やっぱり俺も大好き、はい、だから美容さんも前回受けたんです。あ、そう受けた、うん、これ受けた、うん、店長になってます。そう、あの出てるよ、白ラーラ今1万再生ぐらいかな、いい、ね、確か、うん、何かいますか。うーん、ね、あのうちのチャンネルで一番バズってる美咲ちゃんなんかね、14万再生いってて、すごいんだって、あの問い合わせが、そんな来んだっつって。あ、じゃあ日本人が多いですね。あ、日本人普通に、で詳細とかも概要欄載せてるから問い合わせ来るみたいね。僕んとこの YouTube チャンネル日本人誰も見ないんですよ。なんでなんで。あれ出るじゃないですか、どこの地域の人が見るか。うんうんうん、ほとんどインド、インドネシア。え、なんでなんで。海外ばっかりです、日本人ほとんどないです。なんでだろう。あの、何タグ付けがそっちにしてるの、インドと。いや、そういうわけじゃなくて、一個でかいのもバズったら150万再生っていうのが。あ、それすごいね。それがそっちなんだ。そっちの人たちに向けて。え、150万再生いくとさ、それまだ伸びてる。ちょっとだけでもう止まっちゃってましたね。ああ、美咲ちゃんのうちも止まっちゃって。でも150万再生いったら動画収益すごいね、そっちね。いや、全然そうなの。1分しかないんで。1分なんだ。1分ちょっとなんで、だから収益少ないです。はあ、あれがだから10分とかだったら。ああ、そうなんだよね。そうなんで
工房2つつけられそうだね、1分だとね。1分だと全然。ああ、そっか。顔つけたままでやりますよ。あ、どちらも。すいません。あ、何？このフェイスカバーありなしどっちがいい？なしがいいよね。なしがいい。動画で。あ、ありのがいい？いや、いいですよ。動画的にはなしの方がいい、ね。うん、全然。そんなだってし、アップじゃない。頭を触られるってことが気持ちいいんだろうね、多分ね、副交感神経がものすごい高まるんですよ。高まるよね、はい、頭はね。あ、俺結構頭の施術は外さないというか長めにやるかな、はい、うん、体よりみたいな、なんかだから美容師さんに恋に落ちることが高いんですよね。あ、そういう理屈があるんだ。へえー、マッサージ屋さんに恋に落ちないのかね。マッサージは付き合っちゃいけない 3S に入ってます。あ、そうなの。はい。なんでいろんな人にいい顔ばっかりしすぎちゃうので。人はひどい。だってそんなこと言ったら寂しすぎよ、全部そうなっちゃうやんね。それまでの 3S は、うん、美容師、バンドマンとか 3B か、あーバーテンダー。あー、確かにその辺はありそうだけど、うん。で、今あるのまたマッサージとなんかあるんですよね。 3S でしたっけ。 3S でしたっけ。何ですか、3つ。マッサージと、うん、なんだっけな、付き合っちゃダメな、付き合っちゃダメ、結婚しちゃダメな、うん、3S、うん、辛いね。女性ならいいんでしょ、マッサージしてる女性。いや、関係ない。え、女性もなの。女性ならね、別に、うん、今ほら男性女性関係ないから。あ、なるほど。へえ。なりたい人が減っちゃうかもしれない。そんなの出されたらね。うん、なんか昔セラピストが流行った時期ってのがあったんですか？いや、あったね。だからあの日記っぱが出始めた頃じゃない？ね、それダーってなったからね、あれが価格破壊、大阪の業者が起こしちゃったから。それでだってやる人を育成しなくちゃいけないから、はい、ただで教えてデビューさせるみたいな。で日記っぱ入っちゃったでしょ、いろんな会社が。大阪が始めなんですよ、ね、大阪始め、うん、何社長って言ったかな、忘れちゃったけど、もうその初代は引退してるんだよね。2代目は店長の好きな人も、あの人も人気っぱの方でしょ。あ、そうそうそう、好きではないけどね、あのよくショート動画とか見てたね、あのリラクルの元、あ、元じゃないか、ああ、そうですよ。ああ、そうそうそう。ああ、してる。面白くて、前にお酒を見て。だからその人が原因なんでしょ、日本のマッサージ業界の価格が。うん、そう、うん。で、自分はもう優雅になっちゃっていいんだろうけど、始める人は。60分6000円の価格帯でやってたのに、キッパにしちゃったんだ。まあ、稼ぐためだけにやってる、ね。そう、稼ぐためだけに。だから60分6000円の価格帯の人は逆に言うと、どんどん潰れていっちゃった。うん、半額でやられるとなかなかありますよ、うん、大手のカラファクとかああいうとこも60分6000円ぐらいでやってたんだけど、うん、合わせちゃったでしょ。え、そうなんですか。そうだよ、今3000、なんか安いね、3900円か。地方は上がってきたんですよ。あ、そう、今だからリラクル自体も日記っぱやめて今3、4パチかな、うん、ちょっと微妙に500円ぐらい上げてきてるんだよね、確かに。日記っぱだともうやってきないですよね。っていうか、なんちゅうの、ウィンウィンじゃないと思うんだよね、逆にね。セラピストもこう壊れていくし、お客さんも壊れていくしみたいな。みんな壊れていくでしょ。セミナーもスクール代も払えるしね。学べないから余計に技術も落ちるし、お金も回らない。だから一生懸命1日6人も7人も飲んで、あ、揉んで20日とか20日とか25日とか出ても20万行かないとか。辛いですね。まあ行く人で30行くって言ってたけど、指名料とかがあるらしくて、うんうん、僕だから椎名さん出会った頃はだから本当に50万とかもらってる。結構、あ、そうそうそう、うん、普通だった。それでもあれ、もらう1件あたりのお金は
今とそんなに変わらない。変わらない。本当に、回数がすごく多い。件数がすごく多い。集中してたんですよ。じゃあ、揉みまくってこと？揉みまくってた。うん。1日7時間とか。揉みまくってた。揉みまくって時代って、その継続して50万分揉みまくれるスタッフってなかなかいなくないですか？いない、いやいないでしょ。いなくて。いないでしょ。いないですよね。俺さって1日最高11人とかやってたね。え1日最高出張で11人え、めちゃくちゃ多いですね。うん、その前の日9人とかだったね。9人、11人とか。11はどうやったら1日で回れるのか。17時間ぐらいかかってた、私は。朝から晩まで。すごい。もうだってもう月200人ぐらいやってたもんな、当初はな。すごい。やりすぎすぎ。まあそれが 安い値段でやってる時ね。そうですよね、最初椎名さんめっちゃ安い。そうそう、安い、そう、安い。そうさ、安かったのよ。だからお願いしたんだよ。そうだよね、昔ね。そうそう、安かった。うん、安かった。まあ、成り立ての頃は、みたいな感じですか。もう、日記パン走りよ、俺よ。さっき言ってたっけ。そう、最初そうだ、初回体験。バイクで走って。バイクで走って、そうそう。大ちゃんの時、もう安かったっけ。安かった気がします。そら、増えるよね、お客さんね。4000ぐらいだって。4000ぐらい、はい、あ、3800円とかでやってる時か、じゃあ、はい、最初は確かそう安かったです。でどんどん増えてって今大体1万円ぐらいですよ。うん、いいですね、1万円。でも逆に件数は少ないけど、うん、売り上げあんま変わらんみたいな、ね。まあ、いい施術を、うん、こういうのがありますね。そう、あと客層が変わるし、でもそうじゃないと続かないですよ、うん、うん、客層も本当に変わった。客層変わるんですよ。あの安田監督はもういろんな人いたんで、まあいろんな人いました。だからもう高くなっちゃうんですよね、逆にね。うん、うん、そうなんだよね。やっちゃうと逆に高くなっちゃう、ね、そういうことなんだよね、はい。うん、ある程度最初から。でもあれよ、やっぱ技術伴えないともちろんね、ダメだし。でだから高い方が信用なるっていうお客さんが来てくれるようになるんで ね。そうなんだよね。それありますね。うん、本当にめっちゃ気持ちよさそう。シロガール終わって入ってきた時寝てたんですか？いつですか？今ここに部屋に。あ、うん、あ、入ってきて起きた。ガチャってなって、あ、意識がちょっと戻って。あ、でもやっぱまあ浅いは浅いんだね。ガチャで起きちゃうのね。女性は特にそういう風な、あ、だよね、そういうもんだよね、はい、なんかで起きちゃう、そういう風に備わってるみたいね。ん、うん、子供がなんか起きたとか。そうなんですよ。男性はまだ男性ない。逆なんですよ。俺だって目の前で掃除機やられても起きないから。昔地震来ても起きてない時あります。地震、大地震。多分だからそのね、音のベクトルがあるんですよ。ああ、うん、ね、そうかもしれない。あと年齢とともに変わります。ああ、変わりそう。女の人は特にそれに左右されやすいかもしれない。うん、いやー、清野ちゃんの施術良かったわ。あ、本当ですか。あのね、やっぱね、コミュニケーション能力ですよ、やっぱり。高いですか。高い。めちゃめちゃ。めちゃめちゃ喜ぶね。あのね、はい、話してて楽しいから、施術が余計こう倍増して気持ちよく感じるというか、そこ結構本質的にない、やっぱり。マッサージ業界。あるよね。人ですよね。人だよね、やっぱね。しおりちゃんも上手じゃない。めちゃめちゃコミュニケーション能力が。あれ、足つぼ以外もやってるんですか？やってます。太鼓式？太鼓式は来年からやりたくて。あ、はい、オイルトリートメントね。あ、オイルやってるんですね。オイルと、あとはシーダさんのオリジナルヘッド、あ、ヘッド、うん、あれをちょっとアレンジプラスして、そういうのやってた。あれ、足軽屋さんで働いてるんですか？うん、そうです、そうです。
こに頭持たれるのもいいよね。結構俺も施術で意識して頭いるときこう手突っ込んで頭を浮かせた状態でやることが好きなんですよ、はい、持ち上げて俺の大好きな無重力整体ですよ。無重力にさせてやるっていう。なるほど。でもだんだん浸透してきたよな、無重力整体の人ですかとか言われたりして。あ、そうなんですね。最後はトリートメント。そうです、ね、前受けた時そのシャンプーしてもらった後にドライヤーやった時がすごかったんだよね、すんごい通り良くて、さっぱり。ドライヤーあるんだよね、ここにね、はい、うん、めぐちゃんもだいぶ慣れた白ダーラシャンプー。最近はその事務作業が前より増えてるんで、うん、前の方が施術は入ってました、ね、あ最近はスクールやってて、介護士スクール。え、めぐちゃんが教えてんの？そうです、私は基礎教えてて、うんうん、ファーストの解剖学教えてるんですけど、うんうん、また最初の基本的なやり方を全部教えてて。うん、何スタイルの？チェンマイの CCA っていう学校のやり方で、あのベーシックとアドバンスで教科書4冊あるんですけど。それをやってんだ。はい、でそのスクールとあと事務作業が入ると。ああ、もうそれで結構いっぱいなんだ。う、ね、もう未経験者も教えてる。そうですね。ヒロさんとこなんですか？ヒロさんとこじゃない。あ、違う、うん、ヒロさんは ITM かな。うん、ITM だね。対抗式もみんなね、繋がってるからね。すごい繋がってますね。だから俺もほとんど繋がっちゃってるもんな。最初誰だったんですか？最初対抗式のきっかけ、ヒデさんとか。ヒデさんかな。ババさんだ。ババひとみちゃんだ。そう、うちで勉強会やってくれたから。ババひとみちゃんとか、あとなんだっけな、対抗式もう一人やってる人、ヨガもやってた人。女性でいたんですか？アクロバティックヨガみたいなやってた人なんだけど。茨城だがどっち忘れちゃった。小林さん、小林わかんない、うん、あ、でも石田美幸さんとかも最初繋がってたかな。あ、そうなんですか、うん、太鼓式の大物。最近あんまり、ね、あ、全然だね、出てこないね。何してるんですかね。ね、出てこないね。大学の、あ、そうか、なんか学校だいぶ前に大学院かなんかって、うん、それこそだから生体の学校卒業してみゆきちゃんがやってるなんか太鼓式の勉強会みたいのに私行ってたんですよ、最初。それこそ三茶じゃなかった？あ、三茶さん。そうだよね、三茶だよね、三茶の方。あ、ある？うん、それで昔行ったことあって、でイベントの主催一緒にやったこともあるし。足つぼかなんか椎名塾のゲスト講師で。ああ、それでもいいね。さっきみたいな、うん、充実した内容で、ね、うん、いいね。あ、でもあれか、足軽屋さんがいるからいろいろいるなみたいな。いいんだけどね、別にね、重複しても、うん、だってリフレは誰がやったんだっけな、一番最初の、うん、リフレも何人かやってますよ。あ、そうなんですか、うん、対抗式だって何人もやってるし、うんうん、それぞれのやつで、うん、大丈夫なんですね。そうそう、それぞれあるんで。ババちゃんは元気なのかな、最近会ってないからな。なんかご自身のお店で荻窪の、はい、荻窪、うん、でしたっけ、ちょっと場所忘れちゃったけど、荻窪とかね、うん、あのラインだよね、うん、2人でやってるね、確かに。あ、違います、それを、うん、1人になったんだ。やってたのをやめて1人になった。ああ、そうなんだ。その場所がどこだったか。ババちゃんもでも上手だよね。なんかみんなそう言いますね。うん、あの受けたらわかる。あのね、湯気が取れます。湯気が出てるんですよ。え、そんなあったかい感じなの？どこから？あ、本当だ、湯気出てる。頭。え、なんで湯気出てるのこれ？あったかいからです。お湯が？お湯で湯気出てる。湯気シーン。
へえ。湯気シーン。いいな、これサムネに使えそう。サムネに使えと思います。湯気シーン。湯気取れないかな。ちょっと頭むくみがある。うん。なんかお酒だ。一緒にママ飲んだの？いや、でもそんなに。そんなに？今ちょっと控えて。うん、そう、絶対控えた方がいい、喉がそれなら。もうお酒飲んだ方が過緊張は緩むんですよ。ああ、そうなんだよね、そういうもんだよね、だからね、そこがね、反比例するからね。お酒の、あの、質にもよるんじゃないですか。あ、それは大丈夫です。ちゃんとしたお酒しくでくりお願い。何飲むんですか。ウイスキー。そうなんですよ、ウイスキー派なんですよ。男前ですね。ウイスキーとピスタチオがあれば大丈夫なんですよ。日本のメーカー飲むんですか、海外のメーカー飲むんですか。何がですか。いや、ウイスキーは。ウイスキーはスコッチが好きで一番濃い。日本のも美味しいですよね。うん、バーボン系があんまり好きじゃなくて。私は一周ウイスキー回って、高いやつから安いやつからぐわー回って、はい、今一番安くて大量の4リッターのスーパーで売ってる一番安いやつ、はい、いやウイスキー、ウイスキー、あ、ウイスキーか、ウイスキーなくなっちゃうんだもん、すぐ。あ、4リッターのボトルが2週間持たないかな、確かに。結構飲みますよ、1日5、6杯飲むんで、ロックで。いや、5杯飲まないと本当にね、腹黒が入んないんだよね、俺ね。じゃ量を優先したってことですか。そう、もうね、何でもいいやってなった。いや、確かに高い方が美味しいよ、全然美味しいんだけど。でもご飯屋さん行っても大体ウイスキー飲む。あ、全然飲まない、ね、寝酒のためにウイスキー飲むだけ、うん、外行ったら一番多いのハイボールかな、はい、でも芋も好きだし、日本酒も好きだし、ビールも好きだし、お酒全般大好きだよね。うん、この間ワイン飲んでましたよね。ワインも何でも飲んで。すごいな。あ、大ちゃん飲まない。全然。一杯ぐらいです。一杯。一杯だけ。え、一杯飲むとどうなっちゃうの？あ、もう普通に変わらないです。あ、もういいってなるの？だからマッサージ23歳から始めてるんですけど、うん、だからその前までは朝まで飲んでても全然平気だったんです。うんうんうん、でマッサージ始めると、シーナさんも分かると思うんですけど、夜中とか僕もやってたじゃないですか。うんうん、夜中予約入った時できないじゃないですか。うん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 、だからだんだん飲まなくなってたんですよ。はあ。タバコもヘビースモーカー、酒も全部やってたんですけど、うん、だから全部それがだんだんなくなって何もない男になってたんですよ。何もない男。健康的な健康。あれ今も三茶のマンション、あそこあるの？ あのまた違うところの三茶の、同じ三茶ですけど、246沿いで今やってる。あの前ベッド取り行ったとこじゃなくて。あ、ベッド取り行った。そうだよね。そうです、うん、あれスタッフさんいるんだよね。スタッフ一人いて、うん、でももうほとんど僕がメインで。三茶も駅前だもんね。うん、だからもうビール1杯か2杯ぐらいでもうそれ以上は飲まないですね。へえ。だから知り合いとかとお昼ランチしたら、このあと夜入ってたらグラスビール飲んで、もうすぐ抜けれるような感じにしたので。俺も一時期24時間やってた時はそんな感じだったけど、もうね、自分がやってらんないと思って。やってらんないですよね。もう2時にして、はい、1時にして、で今もう1時まで一応受付でも、もう12時とか1時のお客さんもう行かなくなっちゃって、もう11時ぐらいで大体もう11時までに入ったら行くぐらいな感じ今。それ以上やると逆に健康的な高くついてますよね。そうなんだよ、やっぱね。朝までやってる出張マッサージの知り合いとかもいるんだけど、みんな体調悪そうだ。悪いですよね。お天道様に逆らってる人たちみんなに悪い。顔つきもあんま良くなくない。良くない。そういう人がお客さんだったりするのよ。深夜の出張マッサージやってますみたいな。深夜帯のマッサージ。ますよね。うん。行ったら、いや、マッサージやってるんですって言って。で、寝れないんですみたいな。そりゃ寝れねえだろ。で、その後仲良くなって、あ、新宿おいでよみたいな。で、新宿同士で、あの、セラピスト同士つながって結婚しちゃった、そこ。そういうこともあるんだよね。そう、新宿でつながって結婚したっていうの何人かいる、ペアがいる。で、男の方は、うちの
うちの主張もやってたけど、はい、全部持ってた。あの新旧あんま重生、ハリキュー、はい、全部持ってた。もともと警察官だったので。あ、そうなんですね。警察屋で辞めて、国家資格全部取って、はい、でどっかで働いてたんだけど、出張やりたいって言ってうちに来て一時期やってて、でうちの勉強会で出てる時にその子と知り合って、うん、すごい。でもね、隠してて俺に。で、報告があるんですっていう女の人が言ったの、はい、俺なんとなくわかるよっつって言いたいことっつってでもドップしちゃってたら、なんでわかるんですかとか、わかりますって、うん、もうだって飲んでる時の隣にいたでしょみたいなね、なんか意気投合してたでしょみたいなねさすが目が開く開くついでに鼻も治れ。鼻はめっちゃ詰まってます。やばいですよ。足つぼやったら鼻の通り良くなんないの？足つぼだけじゃなんないね、うん、やっぱ体がある程度ちょっと、ね、体自体整えないとってやつだよね。中からしかも。逆に今日もしこの後お風呂入るとかだったら、あれば塩を大量にお風呂に入れてほしいんですよ。塩この話、はいはい、うん、塩入れるとどうなの？塩入れると、もともと塩ってその昔はロキソニンとか鎮痛剤なかったじゃないですか、うんうん、塩が痛み止めだったんですよ。だから海は治療の場だったんです、日本は昔は。そう、昔アトピーの、そうなの？海に入って投げられた。投げられた自分が血だらけの時に海の実家が近いから。ああ、そうだよね、実家。そうだね、そう、海に入る入る。そうだ、海の子、海の子。うん、あ、そうなんだ。アトピーあったの？歯が痛くても塩を塗ったりとか、うん、塩をやるんですよ。で、痛み止めだ。カッピングやってるじゃないですか、はい、要はあざがいっぱいできてるんで、はい、でそこに塩が入ると炎症物質があるんで、塩の成分で早く流れやすくなるんですよ。だから抗体反応が今出てる状態だから、はい、それを早く抜け出すのは塩風呂です。塩風呂で結構もう入浴剤絶対ダメ。あれ変なの入ってるから、あ、もう塩を大量にドバドバ、はい、ごつかみすごいね結構だね。でも舐めても多分お湯の味しかしないです。あ、ごそれぐらいでも、ごつかみぐらいで、一袋入れたら塩の味するぐらいです。そんな、はい、でも手で思いっきりごつかみ入れて塩風呂にして、ちょっとぬるめね、あ、で体全体こう動かしてもらうと多分早くこう明日には多分抜けちゃう。なんかその塩風呂流したくないね。2回か3回使いたいよね使いたくないマジで。そんな汚くなかったらそれはちょっとなの？俺絶対使いそうだけど、一人だったらまだあるかもしれない。ただあのよくタオルドライこちらでしてもらって、はい、こちらがヘアミルクとヘアオイルですので、借りていただいて乾かしてください。はい、ネクスト。だいぶ髪の毛がでもサラサラじゃないの？サラサラ、サラサラですね。サラサラだよね。美容室行った後みたいな感じになってますね。ツヤがあって、はい、白だメニュー終了しました。どうでしたか？とにかくなんか終わっ、まあ、やってる時は気がついたらスッと寝ちゃってて、うん、で終わった後とにかく頭がすっきりした。あ、目開いた時になんかもう覚醒したかのようにそう、本当にやっとマス、あのヘッドのヘッド、うん、シャンプーとかもやっぱりすごい圧とかがちょうどいいでしょ。ちょうどいいというか癒し系でしょ。癒し系もうね、虜になっちゃうよね、みんなね。結構なんかその私も考え事多かったりとか、うん、結構頭はちょっと凝ってるねって言われたりとか、うん、むくみとかも結構むくみやすい方だから、だからそういう人とかこうお仕事大変な人とか、本当一時の本当に癒しの場として、うん、めちゃくちゃ良かったです。はい、すごいやっぱ目がパッとして、うん、1.5 倍ぐらいいや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。めぐちゃん、今回は今も値段一緒なの？値段はなんか新しく太鼓式と白ダーラの組み合わせで13,600円とか、うん、それもだいぶ安くはしてあるんですけど、急に切って白だらっていうよりは、うん、太鼓式でほぐれてから、うんうんうん、あの白だらに入った方が
だいぶ入りやすくはなるので、もちろんそうだね、はい、うん、組み合わせのコースおすすめ、おすすめ、はい、うん、あ、じゃあそれ後でリンクください、概要欄に載せておきます。うん、はい、ということで今回は新宿何丁目何丁目まあ載せとくんで、駅から近いですよね、駅すぐです、うん、靖国通り沿いですね、はい、うん、皆さん来てください、はい、はーい。